手紙来てるんですけど。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、それ台本になかったし、いいの、これ結果押してるって言ってたのに。あ、じゃあ、読ませていただきますね。さくらみこさん、4周年おめでとうございます。VTuber として活躍できる方を探していた中で、みこさんを見かけて声をかけさせてもらいました。そうだね、みこスカウトでしたね。待って、びっくりして、ちょっと待って。最初はみんなで動画制作を頑張っていましたが、なかなか大変でしたね。新しい取り組みもしようとして、お化け屋敷でロケをしたり、その後ライブ配信中、の中心の活動に切り替えて、このライブのメンバーも快く受け入れてくれたことで、ようやく本来の強みやポテンシャルを生かして成長できたことに、当時はほっと胸をなで下ろしていました。いろんな行き違いから大変な時期もありましたが、打ち合わせでみんなで泣いて頑張っていこうと決めた日のことを今でも覚えています。苦しい時にいい理解者として支えてくれたこともとても感謝しています。今では持ち前のサービス精神と企画力を生かして、ホロライブ運動会やホロファイターなど、たくさんの視聴者を楽しませたり感動させられる配信を実現していってることに非常に頼もしく思っています。思っていますし、一視聴者としても楽しませてもらってます。みこさんの頑張りはもちろん、世の中にその時何が求められているかに合わせて柔軟に行動を変えていけたのが良かったと振り返れば思います。新しいことに挑戦することは大変ですが、挑戦しないと始まらないですし、これからも世界中のより多くの人たちを楽しませられるタレントを目指して、いろんなことにチャレンジしていてもらえればと思います。一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。2022年8月1日、タネ号。え、なに？こんなの渡すの？いや、ちょっと、ありがとうございます。いや、なんかね、だからモネちゃん泣けないですかって言われたんだね。いや、こんなこと本当に初めてもらったんですけど、いや、なんか、4周年だからね、なんか、本当に、あ、いろんなことがあったなと、今ね、すごいね、たくさん振り返れました。ありがとう、ヤンゴー。2号はね、誘っていただいて、そして途中にね、ホロライブに参加させていただいて、みんなにね、本当に支えられております。皆さん、スタッフさんも、どうもありがとう。